はい、ええー、みなさん、こんにちは、ディーゼーテーチフィナンシャルサーチの和田です。ええー、ただいま二月二十一日、水曜日ですね、え午後の一時四十七分ぐらいになりますけれども、SBI FX ニュース始めていきたいと思います。 昨日からですね、ドれんですけれども、アメリカの金利動向、ですね、三連休明けのアメリカの金利動向に左右されるという展開がついています。欧州時間から入国時間かけまして、金利の低下を受けまして、149円台までですね、値を下げたわけですけれども、その後は金利が戻りますと、また150円台まで値を戻すというようなですね、方向感の動きがついています。そして今日の東京市場もやはり150円を挟んだ中で少し神経質な展開でついているというところです。 そこら辺の値動き、ですねもう少し詳しく見ていきましょう。 はいえー、こちらら見てもらってもっます動画は昨日一日日の,ドレのチャートです昨日は150円の1、2という安値からです、ね、3アメリカの3連休明けの5等日ということもありまして、本邦実需の買いが断続的に持ち込まれますと、じりじりと下値を切り上げる展開、アメリカの長金利も上昇する中、150円の4、4と前日の高値150円の2、8を上抜けまして、高値を更新という形になったわけですけれども、その後は欧州時間入りますと、じりじりと上値を切り下げる形となりました。 アメリカの中年債利回りですけれども4.3166%から4.2419%まで一時を低下、この低下につれる形ですね、ドル円も戻り売りが強まるという形となりました。 2億時間入りまして、1月のアメリカの景気先行指数ですけれども、こちらが発表となっています。マイナスの0.3%の予想のところがマイナスの0.4%。予想を下回る弱い数値となりまして、こちらをきっかけに149の6級の安値まで値を下げています。こちらも2月19日の安値149の88を下抜けて、9円の6級の安値を更新という形になったわけですけれども、その後、引けにかけましては、金利がまた再びですね回復する中、 150円の07まで買い戻しが入ってニューヨーク市場を引けるという形となっています先週末のですね終値が10年債利回り4.2792%だったんですけれども結局4.2753%までほぼほぼ同じレベルまでですね戻して引けたという形となりましたそして今日の特許市場ですが見てくださいこちらになります 今日の東京市場は一時149の8級まで値を下げた後、中値に向けてはやはり実需の買いですね、やはり持ち込まれますと、150円の丸級と、昨日の入浴時間安値からの戻り高値が丸7だったわけですけれども、そこをわずかに上抜けて、150円の丸級と,という今日の高値をつけるという展開となったんですけれども、そのがまた再び金利が低下に転じますと、戻り売りに押される展開。 そして5番になりまして、日経平均が一時270円近い下落となった中で、149の8号の本日安値をつけるという形になりました。ただ、また日経平均、今、128円安なんですけれども、下げ幅を縮める中で、また再びドル円ですね、150円台まで買い戻しが入るなど、非常に狭いレンジの中で、行ったり来たりの揉み合いがついていると、神経質な展開ですね、ついているような状況です。 この5分チャートの方から少し戻りのめどをですね、確認することができます。入浴時間、この下がってくるところの前の高値、150円の25ですね、こちらが昨日の入浴時間の高値として意識されそうです。はい、それでは、冷やしのチャートも確認しましょう。ド奴ンはですね、昨日もお話ししましたように、ちょっと三角持ち合いのような様相を呈してきているわけですけれども、まだどちらにも抜け切れていないというところでしょう。まず下サイドですけれども、昨日の安値の149の69ですとか、 あとは15日の安百149の57が意識されていますね。そしてここを見てもらうと分かりますけれども、急速に上昇してきているのが1目の転換線こちらかなり重要になってきます。転換線が今日はは149の91になりますね。今、150円ちょうどあたりですから、ほぼほぼ今のレベルなんですけれども、やはり、えー、いずれにしましても終値ベースで、終値としてですね、この149の91という1目の転換線を抜けることができるのかどうか、維持できるのか、それとも下回ってしまうのか。 まあこういったところが短期的な数値を表す上では非常に重要になってくるというところです。上サイドに関しましては先ほど5分チャートで確認しました入浴時間の高値の150円の25または昨日の高値の150円の44そして16日の高値の150円の65ですねそしてえなんと言いましても年初来高値となりますとが13日の150円の89という高値が直近のですね上値の目処ということになっています。 こちらも、えー、と今度はユーロドルですね、確認しましょう。昨日、ユーロドルは一旦上に抜けてきています。1.0762の安値からアメリカの金利の低下とともに2月12日の1.0806というのがです、ね、戻りのメドだったんですが、ここを上抜けました。そしてさらに200日平均線の1.0827、実は本日も同じところにあるんですけれども、ここを上抜けまして、 1.0839の高値をつけるという展開となったんですけれどもその後やはりアメリカの長期金利がですね値を戻す中で結局は1.0804まで下押しをしてニューヨーク市場を引けるという形となっていますそして今日の東京市場ですが非常に狭いレンジです安値が1.0806高値も1.0819にとどまっていますこっちも東のチャートで確認しましょう ユーロに関しましては、2月の14日に1.0695をつけた後の戻り高値をですね、2月の12日の高値を上抜けて、戻り高値をつけています、1.0839まで。ただ、やはり連日お話していますように、ここの200日のところですね、ここがかなり意識されています。200日の意識された戻り売りが出た中で、長い上髭をつけて、ですね2億市を引けたるわけですけれども、本日もまだ高値圏ではあるんですが、 200日のところですね、1.0827といったところ、ここのですねやはりところがですね非常にポイントになってきているというところですので、ここはきちんと抜けていけるのかどうか、それとまた戻りが出てしまうのか、非常にですね重要な戻りのメドが近づいてきているという形となっています。はいそれではですね今日この後予定されていますものの経済史を確認していきましょう。 はいえー、こちら見て待ってますが、今日予定されています、のの経済指標です。まず5時に1月の南アフリカの CPI、そして10時がボスティック・アタランタ連銀総裁の挨拶ですね、そして11時がティングラ AMPC の講演も予定されています、そして24時には2月のユーロ圏消費者侵略関数の速報値、そして今日一番の重要なポイントとなりますのが、明け方の4時になりますけれども、FMC の議事用紙、1月30、31日分がです、ね、発表となります。 まあ、議事要旨ですけれどもです、ね、直近の CPI や PPA が出る前ですので、まあ、なかなかです、ね、そこからはまた見,か見方も変わっていると思いますけれども、やはりこの FMC ではです、ね、声明文が大幅に書き換えられています。これまでのでのすね 政策のファーミングという言葉を使いまして、この金利の引き締め局面というです、ね、ことが前提であったわけですけれども、それが完全に書き換えられまして、金利のアジャストメント、調整局面に入ったということが、ですね声明文ではうわれています。まあ、ですから、あですね端的に言えば、金利の引き締め局面が終わって、今度はですね調整に入って、今度は利下げ局面に入るということであるんですけれども、一方で、声明文の中では、利下げにはですねまだですね、 時間が必要であるといったところ、すぐ利下げをするということにはならないといったような声明文も盛り込まれているわけです。ですから、やはり市場がいつから利下げが始まるかといったところを占う上でも、具体的にどのようなです、ね、発言、議論がなされたのかといったところ、そこをです、ね、やはり見極める上でも非常に重要になってくるというところでしょう。 あとは、やはり株式市場も、為、え、替、ー、市場も非常に今、えー、今日ですね、アジア市場、えー、神経質な慎重な値動きとなっているわけですけれども、えー、やはり、 今日のニューヨーク市場が終わった後ですから明日のですの東,東京時間の明日の早朝になりますけれども、NVIDIA のですね決算待ちというような状況になっているみたいですね、ですからこちらが出た後の株価の動向ですが株価の先物の,の動向ですがか、金利動向、こういったところにも注目が集まるというところでしょう。 まあいずれにしてましても、今、日経平均125円安というところで、一時270円近い下落でだったわけですけれども、若干ですね、やはり下げ幅は縮めきてはいますけれども、非常にですね、神経質な展開だというところがわかりますそれでは今日の解説をおい,いたします。